若さに工房新製品の紹介をしたいと思います。はい、はい、これはまず千尋ちゃんと、まあ、桧原湖であのカタログ撮影の時に使用した FS275 と F285、まあ、千尋ちゃんこのピンクの方を使ってもらったんだよね。はい、はい、あのかわいいピンク色で。どんな感じでした？やっぱりあのワカサギ釣りっていうのをなかなかまだ経験がなくて初めてだったんですけど、はい、すごい当たりがよく取れて使いやすかったんですね、うん、当たりも見れて合わせもしっかり決まって、はい、そういう感じでしたね。そうですね、はい。で、まあ、この青い方は自分が、まあ、メインにテストしたんですけど、まあ、スカバのデカワカサギとかあと、まあ、大きいおもりですね、 10g とかそういう、まあ、シチュエーションにすごく向いた穂先になっています。で、まあ、どちらも使いやすいんですけど、まあ、初めて使うんだったらこの千尋ちゃんが使ったピンクの FS275、はい、こちらをおすすめします。そしてそして、はい、千尋ちゃんあの時はねなかったんだけど、わ、何ですか？バラ島のふわふわ玉っていう。え、どんな仕掛けなんですか？これはですね、はい、あのこの玉の部分が、まあ、秘密なんですけど、浮力体なんですね、この玉が、はい、で、まあ、普通の玉より浮力が強いんでハリスがこうだれにくいってことは、初心者の方がこう常に誘わなくても、まあ、ワカサギにアピールできるっていう、そういうあのコンセプトになってます。わ、使ってみたいですねやっぱりあの初心者の人ってこう仕掛けも何を使ったらいいのかなとか、そう、まあ、穂先も何を使ったらいいのかちょっとわからない人とかも多いと思うんですけど、やっぱそういう初心者の人にもすごいおすすめの。そうですね、これはもう普通に使って、誘い方ももう曖昧でもあの勝手にオートマチックに誘ってくれるっていう、まあ、ちょっと夢のような。いいですね、はい、でこれよく見てもらうとミルキーピンクっていう、あの白じゃないんですよ、ちょっとピンクがかってる。あ、本当だ、はい、うっすらピンクですね。これはあの紫外線反射っていう、まあ、日傘理論って言ってるんですけど、はいはいはい、紫外線をこう全て反射するっていうことは、はい、ワカサギがこう紫外線を見てるとすれば、はいはいはい、ワカサギにすごい、まあ、見える色っていう、なるほど、自然にアピールできるっていう、まあ、その点もねちょっとすごいですね、まあ、秘密なんで、ちょっとこれをぜひね穂先と仕掛けとちょっと使ってもらえれば、はい、セットで、セットで、はい、いいかなと思います。はい。